わ、豆節分だからな。節分って知ってる？あの、うん、年の数食うんでしょ、確か。うん、あれ、あ、そうなんだ。自分の年齢で一粒食って、そう、で俺らは26か41。いや、41歳は体内年齢だから。フニアート26か18。そんな変わらん。いや、普通に、いや、普通に数え年っていうか、その、あの、みんなの同じ年の取り方でいいんだよ。27にしとくじゃん。26? どっち？今年は27。いや、現在でいいんじゃない？あれって。現在。多分あの、あ、そうなん。だって結局去年だったよ、要は。そういうことで25を振ってるってことになるんでしょ。うん、26粒入ってんの？245粒。そんな細かく入ってるの？さすが。じゃあもうすぐ、じゃあ絶対、あ、俺ら二人合わせもじゃあくれるわ。結構、4年ぐらいいけるんだ。あ、結構あんじゃん。みんなでやっても。うん、じゃあみんな、4年いける。みんなで分けるよ。みんなで分けるよ。だから高いの分とかも用意しとか、残しとかんとね。あ、そうね。26だから。26。26で合ってるのか。26じゃない？だってそうだね、26。うわぁちょっと待って、おいおいおい、おめ、何してんの、おい、いやいやいや、何してんの、おい、やばい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 、バカバカバカ、おい、口になる、何してんだよお前、食べれねえし、バカ、え、ちょっと待って待って待って、いや、そっちの方が早いかなって、いやいやいや、効率じゃなくてさ、ああ、いや、効率じゃないのよ、違う違う違う、室内だから食えるよ、いや、そういや、室内だから食えるけど、いや、待って、もう待って待って、もうほぼ豆だ豆なくなってるわ、もうほぼいやいやいや、ほぼ落ちてんじゃん、ふざけて、あ、入れんだ入れんだ入れんだ、あんま俺も食うんだから、今はい、次太郎ちゃん、いや、何言ってんすか、次太郎ちゃんって言ったね、ふざけんなよ、お前、もうすげえよ、あんまねえじゃんか、だねー、これなんだよ、これやべえよ、ほんとにごめん、ほんとにごめんじゃねえ、41個ぐらい言ったのかな、1個ずつ食えばよかったじゃん、なんで1個ずつ食わないの、いや、なんか1つずつ数えるのめんどくさいの、いや、数えろよ、どうすんだこれ、味気ない感じだ、うん、ただ26個だよ、26だよ、多分これだって、これ今これ一握り多分26以上あるよ、これ下押したやつで、ほんとに26以上あるよ、これいや、結構あるんだって、でも食えちゃうな、これこれ、あれ、もう片付けとくから、うん、だから26個取って食べてて、26個取っていいの、うん、じゃあそれ取るよ、叩いた方がいいよ、そうなの、15、16、17、18、19、20、あ、ちょっと、あと6個、21、22、23、24、まだ口の中残ってる、25、26、ほら、うん、これがこんぐらい26って、うん、そんなもんなの、そんなもんなんだ、そうよ、あんな入れなくていいんだよ、だって絶対多分106粒ぐらい食べてる、106粒、うん、クソジジイじゃねえか、マジでその数なら、タロちゃん、その距離で吸えるんじゃない、これ、全部いけんじゃん、これ、うん、あ、これズーってこと、うん、その距離で、その距離、え、ここからってこと、いやいや、無理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 、え、一応無理よ、これ、そしたら行ってみる、あ、でも吸って食ってみようかな、うん、めっちゃ勢いよくない、大丈夫、いくよ、うん、吸引力もあると思うけど、10粒くらい吸い込んで7粒くらい入ってる、全然食べてない、全然食べれてない、吸った方がいいよ、吸うかな、え、勢いだ、勢いよくでも食いたいの、いい年になりますよ、あっ
ダメだ、喉が。え、いけんじゃない、でも。少ない。少ないだったらいけんじゃん。うん、少なく。こんくらいだったらさっき。タルちゃん、じゃあそのまま吸って。出るかな。ずっと変なとこ入っちゃう。豆が変なとこ入っちゃう。いけるんかい。いけるじゃん。いや、いけそう。あれ？いけそう。あれ、ラーメンちゃんうまいね。うまいな。あれよかった、いい年になるよ。いい年になるかな。うん、最後、二人で一緒にやろう。二人でそうする。うん、ほんと少なくしようかな。ほんじゃ逆にチャレンジしよう。でも、少ないとね、吸いづらかったりするもんね。ちょっと、うん、ちょっとじゃあもう、もう一度状況。うん、あ、綺麗になったね、下も。下綺麗になった。うん、全部食ってる、今落としてる。お前、調子よ。うん、いきます。うん、ダメだ。こういうことね、こういうことね。な、入っちゃうの、入っちゃうの、これ。こダメだ。だってもう喉がね、弱い、これ多分。ダメだね。こダメだ。こういうことね。ダメだ。量多いと危ないわ。危ない。ダメだ。の、俺喉弱いわ。すごいな。難しいな。な、普通に食った方がいいわ。うん、普通に食べた方がいいね。うん。うん。涙出ちゃった、ちょっと泣いちゃった泣いちゃった。掃除、掃除は任して。